ラジオネームペケミニ、男性ゲスナーの皆様朗報です。我々は常日頃包茎と世間からバカにされてきましたが、この度雑誌マグナカルタにこんな論文掲載されていました。それによると包茎は早漏になりやすく女性を満足させられないと言われてきましたが、この説が近年覆されているそうです。今ではグラインド理論と呼ばれ、包皮が膣内で滑ることにより女性に強い快感を与えることができると言われていて、事実包皮を切ると女性のオーガズムは半減らしく、現在欧米ではセンスリップと言われる人工包皮まで販売されていて大流行しているそうです。おい有吉さんよ、あんた以前ゲスナーに圧倒的な性のテクニックなんてないと言ってくれたよな。セックス下手くそのズル向け風俗まんじゅうが何言ってやがんだバカ野郎。調べたけどな、福山雅治、北野武、岩城浩一、デビッド・ベッカム、モテる男全員包茎じゃねえか。包茎こそ正義でありエリートであり勝ち組なんだよ。悔しかったら高須クリニック行って包茎になる手術してこいや。ゲスナーの皆さん、ついに我々の時代が来ました。それではご視聴ください。包茎に生まれてよかったー。あのな、いいわ、じゃあテクニックあったしよう。じゃあ、あのその包茎のお前らペケミニのみたいな練習がよ、クソ包茎やろうがよ、テクニックあんだろうね、じゃあ、うんうん、だけどな、うん、お前らにセックスの機会は訪れない。一刀両断ですね。ズバッと。これはすごい戦争が起きそうですね。誰がお前ズル向け不足まんじゅうだお前は。イエロー出さなかっただけでもありがたいと思うやばい。大丈夫ペケミニ、男性ゲスナーの皆様朗報です。我々は常日頃包茎と世間からバカにされてきましたが、この度雑誌マグナカルタにこんな論文掲載されていました。それによると包茎は早漏になりやすく女性を満足させられないと言われてきましたが、この説が近年覆されているそうです。今ではグラインド理論と呼ばれ、包皮が膣内で滑ることにより女性に強い快感を与えることができると言われていて、事実包皮を切ると女性のオーガズムは半減らしく、現在欧米ではセンスリップと言われる人工包皮まで販売されていて大流行しているそうです。おい有吉さんよ、あんた以前ゲスナーに圧倒的な性のテクニックなんてないと言ってくれたよな。セックス下手くそのズル向け風俗ま